じゃあ始めましょうか。どうもいつもありがとうございます。で特に私の方から取り立てて、報告すべき事項はございません。質問がありましたらお受けしたいと思います。はい、政治とかに見られる教授なんですけど、民主党の枝野幹事長にも収入の記載がないという政治資金出資資金の収支報告書の中の問題がありましたけれども、まあ、総じて今のように見てもらっていますか。はい、まあ、枝野さんの、政治資金報告における収入不記載の問題の質問だと思うんですけど、まあ、これはご本人の説明によると2010年、2011年、2012年ですか、毎年その新年会を報告していて、政治資金としてその年だけ、まあ、間違ってるやつを出してそれを訂正すべきや間違って別のやつを出したっていう、そういう説明してましたよね。まあだからそれはそれで、事実はそうなのかもしれませんが、まあ、いずれにしても政治と金をめぐる問題でね、まあ、相次いでいるわけですけども、これらは政治家本人がきちんと真相を究明し明らかにすべきだと思っています。ただこのことを通じてちょっと思い出すのはね、まあ支出のね問題としてまあいろいろ議論されてるわけですけども、これはご承知の通りこの問題について1円の領収書までつけてやるってことを決めたわけですけど、その時に第三者機関のチェックを受けるという制度上の仕組みを作ったわけですよね。全部受けて出してるわけでしょ。だからそういう意味で言うと、いかにはこういうものがええ加減かっていうのは、まあ、はっきりしたと。私どもはこういうやり方おかしいって言いましたけど、まあ、その通りになってるっていうのははっきり言っておきたいと思うんですね。で問題はね、こういうことを政治と金を考える際に、まあ、出の方をいろいろこう問題にしてるんですけども、やはり入りの問題っていうのがね一番大きな問題だと思うんですよ。で、まあ、ある週刊誌にも書いていましたけども、まあ、政党助成金が党の7割から8割占めるとか、そういった事態が多くのところで生まれています。でこの間一連の問題についても、例えば小渕さんの問題でも、結局いろんな財布のところで言いますと3つも4つも持っていて、そこで、パーティー券、まあ、金融献金ですね、自立品を手を変えた、まあ、そういうものが入ってくると。結局これらのことは、有権者に依拠して錠剤を集めてですね、その有権者に政治参加としてそれを訴えながら政策を実行していくという根本にね欠けるっていうところがあると思うんですね。だから本来企業献金、私どもは賄賂性があると言ってましたけども、当然お金をもらえば当然それにこう働いていくというやり方で、やっぱ有権者は言いませんからね。そういう意味で この入りの問題、政党助成金やそれから企業献金、団体献金ということで国民に依拠しない、そして汗をかいて国民との関係でお金を集めると、こういうことになればね、それは1円たりとも無駄にできないということなわけですよね。でそれを、まあ、企業からだから個人には金融献金はダメだと言って決めたわけでしょ。でそれを今度迂回して政党支部ならいいと、そこから還元したらいいと、こういういろんなやり口やってる、そのやり方自身にね大きな問題があると言わなければならないと思うんですね。結局のところね、錠剤に依拠してそれで汗かいて集めるということをしないからね、いかがな使い方をするわということにもなってくるんだと思っています。この際ですから入れの問題が大事なんだということを改めて言っていきたいと思います。すみません、朝日新聞阿部と申します。今日江口の代わりにちょっとお伺いしております。今日は派遣法についてなんですけれども、はい、今日自民党公明党が二幹二国を開いてですね、今国会中に、派遣法を成立させるということを確認したそうですけれども、共産党として今後どのように対応していくのかということについて伺いたいと思います。まずこの、
派遣法のね重大性ということについて何の理解もしてないということだと思います。今非正規雇用ということが女性の働いている人たちの、まあ、半数近くになる、それからその下で、43% の女性の方々のそういう働いている人の収入が200万円以下になっていると、こういうことが今あることによってですね、政府の拍手でさえ非正規雇用が増えたことが労働者の賃金を大きく下げたということを指摘しているわけですよね。でこれをさらに自由化してですね、障害派遣と言われるような形でやるこの法案がやられているわけですね。でしかもこの背景には日本経団連のそういう労働市場の規制緩和というのが背景にあって行っているというこのことがあります。でこんなことやられたらですね、賃金は下がるわ、障害派遣だわという、こういうね、とんでもないところになる。だから今今日もちょうど集会や国会法以降でやられてますけど、ナショナルセンターの違いを超えてですね、全労連も連合も全労協もみんなこれ反対運動を展開しているわけですよね。そういえば国民の暮らしと働く労働者にとってのですね、働くルールの根幹に関わる問題であるにもかかわらずですね、その重大性を全く見ないと。しかもそれを短期間にですね、さっさと出口決めてやろうなどというぐらい言語道断と言わなければならないと思います。しかもこれをですね、審議が昨日始まったばかりなのにね、もはやもうその審議をどうしていこうかとか、どういう問題点があるのあるかだとか、国民はこういう意見があるなだとか、そんな話は打っちゃっておいてですね、これで出口だけ一緒にやろうなというのはね、本当にこの人たちが国民の働き方だとか、そういう法案の持っている重大性だとか、そういうものを何にも考えてないということの証拠だと、私はもう怒りは怒発点を作る勢いですよね、私にとってみれば。はい、日本の本会議で民主党の木下真紀子さんがですね、SNMI について口にするのも汚らわしい場所だというふうに表現しまして、で職業差別ではないかという一部声があるんですけども、それについてもしご見解であれば。そうかね、それは本人の理解って問題あるんでしょうしね、あまりそういうことについてどう思うかって言われてもちょいと言わないよね。だってそういうことについての菊田さんが自分としてね、女性の一員としてそういうことについて言うのも恥ずかしいという思いだと率直なあれでしょうから、それはそれだと思いますけどね。だからそれをどうのこうのということ自体にあんまりコメントするようなものかなと思いますけど。いいですか。どうもありがとうございました。